建築デザイナーの滝本と言います。商業施設だったり、住宅、ホテル、バーとかレストランとか、時々動物園とかいろいろ、デザインをしています。僕がシェンムーに関わったきっかけはですね、ユーさんの、リアリティの追求なんでしょうね。で、バーチャルな世界の中に建物が建ってるわけで、建物があればそこに、人間が中で動いたり生活したりすると、それが、理にかなってないと、実際建てられるものを作ろうということで僕が参加するということになったと思います。一番こだわってたのはおそらく、リアリティですから、そのピカピカに新品じゃリアリティないですよね。やっぱり使われた家っていうのはそれなりに程よく汚れてなければいけないし、エイジングっていうんですかね、生活感もなければいけないし、こう綺麗な建築を作るという趣旨じゃなくて、リアルにそこに人が住んでるっていう、こう匂いとかね、そういうしずる感じゃないけど、そういったものを表現するっていうところが一番こだわってるのかな。そうなんですよ、僕も出てるんですよ、ゲームに。で、ノリですけどねシェンムーの制作のスタッフの一員として、中に入っていって、建築現場があるんですよ、ゲームの中にね。で、そこでインフォメーションをゲットできるところがあるんですけど、建築現場でこう設計図を開いてですね、こうやって悩んでる、これまさに僕の普段の姿だということで、そこもリアリティの追求の一環で、実際私が現場に立って何かこうクエストされると答えるっていう、そういうシナリオになりました。1からそれを2にしたり100にしたり1000にしたりする人はたくさんいると思うんですけど、何もないところからね、ゼロから、クリエイトするっていう数少ない人への、人じゃないですかね。それが彼の最大の能力というかね、才能というか、僕としてやることはただ一つで、建築デザイナーとしてね、リアルな建築、今のリアルを表現すると。で、前回表現しきれなかったようなことも今はね、いろいろできるようになっちゃってたりしますでしょ。だからある意味こうリアリティの追求だったのが、もうリアリティは当たり前と、だから今度はそのリアリティに、なんかもっとシナリオというかね、すごい綺麗な色が出るとかね、すっごい微細なところまで細かくディテールがあるとか、そういうことももちろん進化だと思うんですけど、もっと匂いだとかね、もうあったかもね、ドブ側だったらね、臭い匂いがね漂ってくるような、そういう部分ですね。ユウさんがやっと、シェンムー3を作るということで、僕はすっごい楽しみにしてます。10年以上前に作られたシェンムーがまたこの時期に新たな才能と技術と新しい IT の、技術でもってまた蘇るということでですね、すごいことになるんだろうと思います。一緒に感動を分かち合いましょう。